海と日本プロジェクト in 宮城。養殖ホヤの一大産地である宮城県、ホヤホヤ屋の佐藤さんは食べ方の可能性を広めるべくキッチンカーでホヤ唐揚げを販売しています。宮城県の人はね、ホヤ好きな人多いんですけど、どうしてもこう生、まあ、あのお刺身か酢の物でしか食べ方を知らないっていう、何かこう新しい食べ方をっていうことで考えたんですけど、最初知名度全然なかったんで、何ですかそれっていうのから始まって、今は結構待っててくれるリピーターさんが相当増えましたね。おかげさまで美味しいです。あの他のお店ではちょっと食べられない、私の味覚にはぴったりです。ホヤ唐揚げ、その特徴は生よりまず食べやすいです。で、生苦手だけど唐揚げは好きっていう客層がものすごく増えてます。これを作ってあげることで一気にこう消費が増えるんじゃないかなっていう期待はしてるんですけど。ゴールデンウィークに開催されたホヤ祭りでは大盛況。佐藤さんの思いは着実に宮城の人々へと伝わっています。嬉しい悲鳴だったんですけど、でもまあ反面まだまだあの珍しがられてるうちはダメだなっていう気持ちはあるので、普通にもうほんとごく普通にあのあホヤの唐揚げねっていう、宮城県行ったらなんか鶏からより有名みたいな、そこまでこう知名度を上げたいと思いますね。まあ、知名度上げることイコール、まあ、消費を増やすことにつながると思うので、まあ、ぜひ皆さん食べてほしいと思います。海と日本。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。